重たい週明けをサッカーでちょっと明るく、週明けイレブンのお時間がやってまいりました。はい、マナッチーということで、ラベッチ FC さん18年半、お疲れ様でした。9月最後の週明けイレブンということで、皆さん、私たちが代わりに明るくしていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。矢部さん、見てますか？それではまず L 字の方からいつものように触れていきたいと思います。はい、まずは J1 から触れていきましょう。相変わらずの上位、もう勝ち点差が11ということですね。18位のベルマーレさん、まだ勝ち点が、1桁台ということで、2桁を目指してまずは頑張ってください。ベガルタ仙台は何か心配なニュースが少しありましたが、大丈夫でしょうか。なんかサポーターの方々も残ったっていうのなんか説明だったそうですね。はい、続きましては J2 です。1位と2位が、入れ替わりましたよね。入れ替わりましたね。勝ち点44で並んでおりますが、こちらは得失点差ってやつで差があるということですよね。はい、下の方は長崎アビスパが、勝ち点が並んでいると、1位、2位、3位、4位で勝ち点4差ずつと、こちらは混戦が続いておりますね。そして5位がヴァンフォーレで、6位が京都サンガということですね。下の方を見ていきますと、なかなか松本山が勝てません。そして最下位は愛媛 FC、 そして21位はザスパ草津群馬ということですね。今日オンラインインタビューの方のお一人がザスパ草津の方だったと思います。こちらの方も皆様、楽しみにしていただければなと思います。続きまして J3 ですね。あ、J2 の方では本間浩二選手が出ていましたね。ミスターミトホーリーホックと私も聞いております。はい、続きまして J3 ですね。ロアッソ熊本が2位と、そして3位が長野パルセイロというふうになっております。蒲田のあれさんは前節より3勝ち点差増えてませんか。勝ちましたよね。あ、勝利してますね。バンダーレ八戸に勝利していますね。蒲田マーレ讃岐さんは勝ち点2桁台ということになりましたということですね。J3 の方も盛り上がっております。それでは今日のレギュラーコーナー、まずは週明けヘッドライン J リーグ日本代表編からいきたいと思います。出てますか。こちらです。こちらですね。はい、いきます。1番、横浜 FC キングカズ J1 最年長出場記録更新、おめでとうございます。はい、2番 JFA 皇后杯11月28日から私たちが未来を作る。3番神戸松本岐阜シーズン途中で監督交代。4番 J リーグ超限界体制から限界体制。5番、米どころアルビ米2キロ1000袋寄贈と、以上の5本です。ピックアップは4本目になります。J リーグは J リーグ新型コロナウイルス感染症対応ガイドラインの有観客試合におけるガイドライン適用について、超限界体制から9月30日水曜日より限界体制へ段階的緩和へ移行することを決定しました。中でも大きく前進するのは、10月30日以降のホームの試合には必ずビジター席を設けるということです。ビジターとはホームチームじゃないクラブのサポーター側の席のことを言います。対応の整ったクラブから次第に相手側チーム応援席も解禁となっていきそうです。GoTo キャンペーンの恩恵も生かしていけそうですし、3密を避けてルールを守りつつの楽しみが広がりそうですね。なお、アルコールの販売、応援スタイルの見直し等はまだ今後の検討事項となっており、次のステップとなりそうですねということです。まだまだ日常のスタジアムにはなかなか戻りませんけれども、やっと一歩、ちょっとまたさらに一歩続いたというか進んだという感じですね。はい、続きまして週明けヘッドライン R リーグ編です。こちらです。はい、天皇杯2回戦各地で行われる。2番丸安モレイラレオナルド選手、
こう読むとなんかマリアス・モレイラ・レオナルドみたいな名前ですね。ビーチサッカー日本代表候補に。3番アルテリーボ和歌山久保雄一選手現役引退を表明。4番ブランデュー弘前新ユニフォーム決定。5番 FC 刈谷分身サポーターを募集。分身サポーターっていうのは一体何でしょうか。はい、それでは以上の5本です。ピックアップは4本目です。東北リーグ一部のブランデュー弘前は、青森県内の高校生から募集した来季ユニフォームデザインコンペの結果を発表。弘前実業高校2年、水木萌えさんがデザインした故郷の花というデザインが優勝。来季公式専用のユニフォームに採用されます。また準優勝の作品はアップ用のユニフォームに使われるということです。どんなデザインになるのかちょっと画像がドンと出てこないのですが、皆様ホームページ等でちょっとご確認をしていただければと思います。同世代が作ったユニフォームということで私も楽しみです。私もシューケイレブン FC なんてのがあったら、デザインしてみたいななんて思います。それでは、ヘッドラインは以上になります。それではまず最初の特集に行きましょう。こちらです。はい、天皇杯第100回全日本サッカー選手権大会本大会特集その3となります。はい、まずはいつものように概要を見ていきましょう。もう1回戦からこちらの概要は触れておりますので皆様大丈夫ですかね。はい、それでは今回のトーナメントも、このようになっておりますということで、前回の、おさらいとなっております。はい、まずは本大会のトーナメント北海道東北戦2回戦が終わってからの、トーナメントはご覧のようになっています。前回に比べて少し見やすくなっているかなと思いますので、視聴者の皆さんどうですか。少しずつ私たちも進化していきますよということで、勝ち上がったチームが青く塗られています。負けてしまったチームが、灰色く塗りつぶされてしまいますということです。はい、富士大学サッカー部とラインメール青森が勝利をしたということですね。そして次戦が、はい、ご覧のようになっています。富士大学サッカー部対ラインメール青森です。また今回も見どころが、下のように文章で書いてありますので皆さんぜひチェックしてみてください。ちょっとスマートフォンで見ていらっしゃる方は見にくいかもしれませんので、もし気になっている方がいらっしゃいましたらパソコンで改めて見直していただけると嬉しいです。もうちょっとスマホの方にも見やすいように私たちも考えていきたいなと思います。はい、続きましてはこちら北信越ですね。はい、新潟医療福祉大学サッカー部と福井ユナイテッドが勝ち進んだということです。カードはご覧のように、次回のカードは10月の28日ご覧のようになっていますということです。まだキックオフの時間も会場も未定となっております。これは、発表されたら週明けイレブンでも発表をするということなので、週明けイレブンの方でも皆さんお楽しみにということです。週明けイレブンでも、会場等の発表がありましたらまた天皇杯特集を組んでですね、皆様にお伝えできればなと思っておりますということです。はい、続きましては北信越ではなく東海カードです。失礼いたしました。アマチュアシード本田 FC さんがやはり勝っていますね。でもこれ2対1ってことは結構接戦だったっていうことですよね。はい、ということですね。はい、続きましてはこちらのカードになっております。本田 FC 対丸安岡崎ということで、これは JFL 所属同士の、試合ということで、丸安さんはある意味ここで勝利をすれば J クラブと当たる可能性もあるので、ね、本田 FC さんは J と当たるもう常連のクラブになっておりますので頑張っていただきたいなと思います。こちらはもうレベルの高い試合になりそうですね。はい、続きましては関西です。アルテリーボ和歌山とティアーモが、勝ち進んでおります。こちらは両方とも2回戦の結果は1対0ということで、接戦を繰り広げております。関西のカードはご覧のようになっております。
9月の20日にこの両チームは対戦をしているということで、関西リーグで対戦をして、その時にはティアーモが勝利をしているということですね。天皇杯ではどちらに軍配が上がるのかということですね。はい、注目のカードとなっております。続きまして、中国です。中国の方は若干特殊で、まだこちら2回戦が9月の30日に試合が行われるということで、まだ福山シティ、FC バイレン下関、失礼いたしました、バレイン下関の方がまだ残っているということですね。はい、カードはご覧のようになっております。ちょっとこちらは特集ですね。3回戦の方がこちらの福山シティとバレイン、勝者が当たるということで、三菱水島 FC と当たるということですね。三菱水島 FC は松江シティに勝っているということは、これはジャイアントキリングが起こったということでいいんですよね。私の記憶では三菱水島 FC は JFL ではないですよね。はい、私の記憶が合ってました。ということで、続きまして四国です。はい、高知ユナイテッドと FC 徳島が勝ち上がっております。前にオンラインインタビューに出ていただいた、寮母の、お姉さん、喜んでいらっしゃるのではないかなと思います。続きまして、こちらのカードは、はい、ご覧のようになっています。昨年まで四国リーグでは2強だった高知と徳島の対決が今年も実現ということで、2強だったんですね。四国ブロックの突破はどちらの手にということで、 FC 徳島はやっぱりここでやっぱジャイアントキリングをしたいですよね。こちらは試合日が11月の11日と10月の28日からちょっと離れていますので、皆さんちょっとこちらはご注意くださいということです。今年はコロナウイルスがありまして、ちょっと試合日程もね、なかなか同時に行かない場合もありますので、皆さんそちらの方は、ぜひ集計部分でもちょこちょことは触れていきますが、皆様でもぜひチェックしていただければなと思います。はい、続きましてはこちら、九州沖縄のカードとなっております。鹿屋体育大学サッカー、鹿屋、失礼いたしました、漢字の勉強をしたいなと思います。鹿屋体育大学サッカー部、そしてベルスパー大分ということですね。漢字のテスト、もうちょっと私頑張らないといけないなと思います。はい、続きましてはこちら、カードはご覧のようになっています。スマホで見ている皆さん大丈夫ですか？見どころが4行ということで、ちょっと見にくいかもしれません。5行ですね。遠くから見ていても見にくいので大丈夫ですか？皆さんちょっと見にくい方に私読みますね。もうこれ、 J1 大分湘南に加入が内定している指定強化選手を有す、日本で唯一の国立の体育大学なんですね。そして2012年より JFL 参入のベルスパ大分が受けて立つということですね。鹿屋体育大学は国立の体育大学なんですね。初めて知りました。ナンバーワンの座をかけて、の戦いが幕を切って落とされるということで、力がすごい入っておりますね。こちら補足情報を読むと、私も知らないことも書いてあるので結構ためになりますよ。これアーカイブで見る方、ぜひ一時停止して読み込んでみて、見てもいいかなと思っております。はい、九州のカードは以上になります。続きまして関東です。関東は、筑波大学サッカー部蹴球部と東京武蔵野シティ FC が勝ち上がっていますということです。はい、続きましてはこちらですね。天皇杯本大会2回戦レポートということで、関東ラウンドになるとレポートがあります。こちら筑波大学対桐蔭横浜大学サッカー部の試合だったということで、4対3の点の取り合いですね。こちらの方のレポートがあるということなので、早速レポートの方を出していただきましょう。ドンと。はい、こちらもですね、いろいろなことがありましてですね、結果とスライドの画像のみとなっております。こちらは週明けイレブンのスタッフが見に行きましたというレポートでございます。写真は2枚、結果と、こちらは筑波大学の選手でよろしいですよね。筑波大学の選手たちが選手入場後の写真かと思います。はい、ご覧のようにできたということです。ひたちなかで行われたということです。お疲れ様でした。続きましてはこちらです。
ボンズ市原 FC 対東京武蔵野シティ FC の試合ですね。こちら延長戦にまでもつれ込むという、しかも接戦119分に得点、111分と延長戦に入って、勝敗が決まったということですね。はい、こちら、今ちょっと私気づいちゃったのですけれども、いいですか。延長後半2-2となっていますが、これおかしいですよね。はい、間違えてますということです。私がちゃんと触れておきます。訂正してお詫び申し上げます。それではこちら後半は延長後半1対2になるということですね。はい、訂正してお詫びいたします。こちらの方は、のレポートがあるということなので、みんなさんで見ていきましょう。それではレポートの方お願いします。ボンズ市原池田選手です。自分が入ったタイミングでは 0-0 で、スタメンで出た選手たちが、戦ってくれて 0-0 で回ってきたので、そこから、点取って勝とうっていう、いつも通りのイメージで入ったんですけど、僕の最初のハンドでまず相手に得点与えてしまって、そこからミネが取り返してくれたんですけど、そこからまた延長で、勝ち切ることができなくてっていうのはまた、悔しいと思ってます、はい、今年リーグのカテゴリーが上のチームってやるのは初めてだったので、そこは、僕はそんな意識はしてなかったですけど、上のチームってやるってことでいつもよりもやっぱり強いチームというか、いいチームなので、そこに対してどれだけ自分たちができるかっていうのは大事になってくるかなと思ってたんですけど、結果勝ちきれなかったので、もっと成長したいなと思います。
今日 YouTube 等で初めて天皇杯2回戦を見たという若い方もたくさんいらっしゃったと思うので、そちらの皆さんにメッセージをお願いします。ボンズ市原っていういいチームを知ってもらって応援してもらえたら、僕は本当に嬉しく思うので、これからはもう天皇杯終わってしまいましたが、リーグ戦と、地域決勝で JFL 昇格目指してまだシーズン続くので、そちらも注目して応援していただけたら嬉しいです。1ヶ月半ぶりぐらいに公式戦出場を果たしました野上選手、お疲れ様でした。一番にサッカーで見ることが、一番嬉しかったし、その中で、楽しむっていうことを、テーマにして、あと勝つこと、それをテーマにして、臨んだんですけど、負けてしまったことは次にはつながる負けだったので、リーグ戦に向けてと思います。攻撃のところで、仕掛けるだったり、シュートがまだまだだなと感じたので、積極性をもっと増やしてみようかなと思います。このボンズ市原の我々の中継の中で最初カメラをやっていただいて、それでピッチに立っているということで、個人的にもすごい嬉しかったんですけれども、中継を見ている人たちがすごい最近増えてきてるんですよね。でそういう人たちへの何かメッセージとかありましたらお願いします。リーグ戦あと、2試合でもう残り少なくなってきて、どうなるかも分かんないですけど、昇格に向けて、大事な2戦続くので、そこも応援していただけたらと思っています。これから僕たちもピッチへのかっこいい姿をどんどん収めていきたいなと思うので、頑張ってください。ありがとうございました。シンプルに全員で戦って、気持ちの部分でまず負けないっていうことと、あと本当に勝ち切りたいなっていう気持ちだけでやりました。そうですね、正直ちょっとPK で失点、ちょっと結構気持ち的に落ちましたけど、いけないとは思わなかったので、全然追いつけるっていう気持ちで、みんなも戦えてましたし、足も動いてたので、全然いけると思ってたんですけど、一番痛かったのは、やっぱり3点目、相手の3点目ですかね、2点差つけられたのはちょっと苦しくなりまして、1点差の気持ち的にも1点取ればまだいけたんですけど、全然いけない気は本当にしてなかったんで、2点差つけられても、ここ最近の公式戦のトゥントゥと追いついたりとか、キャプテンとかもあったので、全然、負けるとは思わなかったので、みんなもしっかり走ってたし、諦めてるやつはいなかったんで。リーグ戦の疲れとかは影響はありましたか？そうですね、でも基本がリーグ戦と天皇杯で出てる選手も結構違ったりさ、うまい感じに監督がやってくれてたんで、疲労ないって言ったらあれですけど、そこら辺はうまくみんな調整して程度は体も動いてたと思います。割と延長戦になるのは想定内な感じでしたかね？いや、正直延長前では決めたかったんですけど、延長もさ、でも失点してしまったんで、延長に持ち込む方にプランが変わりましたね。別に試合前から多分誰一人として相手が格上だろうと別に負ける気は全然してないし、もちろん勝ち好きで戦ってたんで、特に上だからとかそういう気持ちは僕含めた選手みんななかったと思います。ボンズ市原監督、岡山和成さんです。お疲れ様でした。お疲れ様です。悔しい敗戦だと思いますが、はい、自分の中でも、チームとして、本当に悔しいなと、負けるってこんな悔しいんだなとつくづく今噛み締めてます。相手がっていうよりはもう自分たちがやっぱり PK じゃなくて1点取りに行くっていう部分の中でお互いがいいところを出し合った延長後半だったなと思います。中1日での今回試合ということで非常に過密な中だったと思うんですけれども、どのような準備をこの1日で、はい、そうですね、普段出てない選手かもしれないですけど、それぞれのやっぱり武器があるので、
その武器を同チームで、武蔵野さん相手に互角の展開に持っていくかっていうのを、選手と共有 してある程度そのプラン通りにはいったんですけど、最後のやっぱり決定機が90分で決められなかったのが悔いが残ります。関東リーグ、僕たちは、そのリーグを勝たないとこの武蔵野さんの、JFL の同じ舞台に立てないので、今日の悔しさはやはり昇格して JFL で返さないとずっとこの悔しさが残ったままなので、まずリーグ、2試合絶対に勝ちたいです。ありがとうございます。そして最後に、今日多くのサポーターが YouTube で見てくださってました、はい、メッセージをお願いします。はい、本当に普段のリーグではない、天皇杯っていうのは全てのカテゴリーのサポーターの人たちがいろいろな、サッカーを知る機会だと思っています。で、僕たちも地域リーグかもしれないですけど、本当に都道府県千葉を代表して、上一つでも上行きたかったです。その気持ちだけは伝わったのかなと。ただ今はただただ悔しいです。3点目のゴールなんですけども、振り返っていただいて、どういうゴールでしょうか。やっぱ講師君からのクロスに対して、まあ、このオファーのところには来るとは思ってたんで、まあ、信じてました。そうですね、まあ、自分的にも結構高く飛べて、ボールも結構ゆっくりだったので、まあ、空中で止まる時間はあるので作れて、まあ、ファーに当てるだけって考えて当てました。まあ、個人としての3得点で、まあ、決勝点になって勝ったのはまあ嬉しいですけど、まあ、実はこう 3-1 の状況に2点差だったので、まあ、2失点目はまあ正直いらなかったかなというのはチームとしては思います。でもただ個人としてこうやって結果途中から出て結果を残すだってことはまあ自信につながります。まあ、スタメンでももちろん結果を残せる自信はあるんですけど、やっぱり監督の使い方っていうのに、まあ、自分も信頼されてるのかなって思って、まあ、途中交代ならではの、まあ、疲れてる中でより自分のフレッシュさとか、まあ、力強さっていうのを、まあ、短い時間でも出せたのは良かったと思います。そうですね、まあ、やっぱりディフェンスライン相手は強かったんですけど、やっぱりその普通に下で崩したり、わざわざその大きいボール早く行かなくてもその足元のところとかに入ってたりとか、まあ、中に入って差し並み選手とか小路君とかはそういう話はしました。でベンチでどういうふうにこう気分を上げていくというかモチベーションを高めていくのか、こうここ2試合いいところで決めてるので、はい、自分のやっぱりモチベーションの上げ方としてはちょっと特別かも分かんないですけど、なんか自分の中でその怒りみたいなのが自分 の, そのモチベーションを上げる力みたいになってるところもまあちょっとあるんで、なんかこうちょっと過去の嫌だったことみたいな、ちょっと荒々しさっていうのを自分の中で奮い立たせて、なんか自分のモチベーションを上げてます。でも手術をしてリハビリ期間とかもやっぱサッカーしたくてもできない時期っていうのがあったんですけど、やっぱそこの辛さっていうのを思い出してそれをパワーに変えてます。はい、リーグ戦と天皇杯を、ずっとやってきていて、選手も疲れてる中で、120分、先週も120分やってますけども、非常に最後まで戦ってくれた気持ちがすごく前面に出て、でまあ、勝ちたいっていう気持ちが非常に出ていた試合だったと思います。でいつもまあ、リーグ戦よりもやっぱりチャンスが結構作れていたので、なかなか、まあ、難しいなと、そういうチャンスが作れてる中で、得点できなかったというところで非常に難しくて、まあ、そのあたりはすごく我慢をして、くれた選手たちが、まあ、入らないという中で、我慢してくれて、チャンスを、何回も作ってくれて、で、最後ああいう形で、堅い守備だったんですけど、敗れました。非常に守備のところもですね、その後失点しましたけども、まあ、ああいう展開になると相手も前がかりになって、まあ仕方ない部分があります。ただ、ああいう状態になってもしっかり守らなきゃいけなかったかなというふうには思っています。全体的には、はい、以上だと思います。はい、まあ、メンタル的な部分、戦術的よりかはメンタルの部分は私すごく大事にしているところではあるので、やっぱりそういう、ただまあ
気持ちって言っても出せるものなくて、やっぱりあの日頃からやっぱりそういうマインドっていうか、やっぱりあの、ピッチに立ってる人にはやっぱり勝たなきゃいけないとか、相手より速く走る、相手より前にクリアするとか、まあ、基本的なところはもうずっと伝えてきてるので、まあ、そういうところはあの選手たちもやっぱり分かっていて、でやっぱここでやらなきゃいけないところはあのやってくれているなという、今日もあのまさにその通りで我慢して、ここチャンスだというところでやっぱ点取れたので、あの、まあ、先日とかよりかはどっちかというとメンタル的なところが非常に強くなってきている、あの難しい試合を東京都の、東京都のやっぱトーナメントでもあのやっぱ強いチームとやってますので、難しい試合をずっとやってきているので、あのそういう意味ではメンタル的にも非常に強くなってますし、あのそういうところがやっぱりここに出たかなというふうに思ってます。焦ってる感じはなかったんですけど、まあ、また延長かみたいな感じでしたね、やっぱり。で、やっぱ だから難しいっていうのはあって、ただPK まで行くと、まあ、前回 PK やってるんで、まあ、難しいかなって私自身思ってたんで、できればこの、30 10分ですかね、で勝負つけたいっていうことで、まあ、あの選手交代をあの延長の後半かなに、後藤を入れて少し攻撃的に最後しました。最後のまあ何分かで1点取れればいいかなということ で、まあ、2点入ったんで、最後守るっていうところで、最後10番の金森を入れてバックバックにして最後クローズしました。はい、なので、まあ、あの全体的には、まあ、想定内の範囲に収まったかなと、延長を据えて、まあ、前回は延長に行けると思ってなかったんで試合中、まあ、今回はあの非常にもちろん相手もボンズさんも非常に強いですし、まあ、JFL のレベルの力はあると思っているので、非常に本当に難しかったなというふうに感じました。はい、一応 J リーグとやれるところベスト8なのかベスト4なのかっていうところがありますけども、まあ、ベスト4まではやっぱり今、出てきてるチームは JFL、 あのアマチュアは JFL あのより下のカテゴリーだと思うので、まあ、あの J リーグが出てくるまではやっぱ勝ち進みたい、まあ、よく言うとベスト4まではまあ行きたいなと思います、はい、リーグ戦とメンバーは今回変えてきたんです。そうですね、あの天皇杯やって天皇杯から、リーグ戦やった時に少し入れ替えて、で今回もその天皇杯のメンバーをまた戻すというか戻してであの入れ替えました。ただまあ別に誰がレギュラーというわけではないので、あの同じぐらい力出せると思っているので、あまり気にしてない、とにかく疲れがたまらないように回してくるかなと思って、やりました。ただあのやっぱり軸となる選手はやっぱり外せない選手はやっぱりずっと出てきてますけども、あの入れ替えれるところはできるだけ疲労をためないようにして、リーグ戦と天皇杯両方取れるようにあのような形でやるようにしました、はい、ただそのターンオーバーでこうジョーカー的な選手が新たに出てきたとかは、あまあいないですね。あいないですけど、まあ、あのみんなあのそれなりに合格点を上げられるあの活躍はしてくれてるかなと思ってます。誰が出てもこの前のリーグ戦もそうですし、今日も天皇もそうですし、あのよく頑張ってくれてると思います。はい、はい、天皇杯本大会2回戦の関東のレポートでした。ということで、ボンズ市原が東京武蔵野シティに敗れたため3回戦の対戦カードはご覧のようになっております。筑波大学主球対東京武蔵野シティ FC ということで、こちらは10月の28日、キックオフ時間も会場も未定となっております。ということで、天皇杯特集は以上になります。はい、教室に戻ってください。はい、それではオンラインインタビューに行きたいと思います。オンライン出演インタビューボリューム22ということで、最初のお一人目はこちらの方です。ドン、コバルトーレ女川ディフェンダーの橋本康生選手です。プロフィールはご覧のようになっております。1994年生まれの25歳、宮城県出身で、サッカーと農業で YouTube をやられており、実際にそのお米も通販サイトで橋本ズキッチンというお米の直販サイトでも
販売しているということです。こちらの方は概要欄にも、YouTube の URL の方を、リンクを貼りますので、チャンネル登録の方も皆様よろしくお願いします。それではインタビューの VTR スタート。今日は、橋本康生選手、はい、コバルトーレ女川の橋本康生選手にインタビュー、していきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、所属チームのあのコバルトーレ女川について少し教えてください。はい、コバルトーレ女川は宮城県の、女川町という、町にあるチームなんですけども、チームとしては今東北社会人リーグ一部で、今、J リーグ参入を目指して、チーム一丸となって行ってます。今は、2位ですね。多分1位は今、はい、あのブランデュー弘前だと思う。そうですね、ブランデューさんですね。はい、直接対決が9月の終わりにあるんで、アウェーであるので、はい、まあ、ちょっと今でも試合見に行けないんですよね。そうですね、まあ、でも一応ブランデューさんもコバルトーレも、YouTube チャンネル解説して、ね、ライブ配信あるので、はい、ぜひお時間ある方見ていただけたらなと思います。今までは本当に見に来ていただける人しか見ることできなかったんですけど、やっぱり、まあ、いろんな方に見ていただけるということで、自分たちもやはり気合も入りますし、負けてられないなっていう気持ちがより一層強くなったので、そこは本当にチームに感謝したいですね。スタッフの方大変だと思いますけども、ぜひ続けて。そうですね、はい、大学は、東京にある国士舘大学にいて、で大学卒業して、1年目はバンラレ八戸っていう青森県、今の J3 に昇格したチーム。当時は、JFL ですか。 JFL ですね、当時は。はい、はい、に、1年間所属させてもらって、でその次に、今のコバルトーレ女川に、入るっていう流れで、今も現在コバルトーレ女川に3年目ですね。ポジションは今は、サイドバック、大学まではフォワードだったんですけど、うん、で八戸に行った時に、ウィングバックをやってて、そのままあと女川に来てからはずっとサイドバックをやってます。走ることがもう自分の特徴だと思ってるんで、チームのために走り続けてます。なるほど。コロナの時は、まあ一応、働いてる会社は不動産の会社に、勤務してるんですけど、そこのところは一応、まあ非対面という形だったんですけども、一応会社自体は営業してたので、だいたい日中、夕方ぐらいまでは会社に普通に勤めて、その後は練習自体は1ヶ月以上ですかね、ちょっと何もなくて。で、まあその中で、まあジムにも通えなかったので、まあ家で体幹であったりだとか、あと人がいない時間帯、ちょっと暗くなってからとか、ジョギング行ったりだとか、で、あと家の近くに小さい坂があるんですけど、そこで坂ダッシュをひたすら繰り返すっていうのをやってました。ボールはなかなか使えなかったですね。フィジカル系のメニューしかできなかったので、なんでボール使うっていうのは本当にたまに公園でドリブル一人で、やるぐらいで、ボールを強く蹴るとかっていうのは自粛中はちょっとできなかったですね。なんか YouTube ですと、ストレッチポールを使ってひたすらストレッチをしてる回とかあって、結構自分怪我多いんで、ストレッチポールだとか、あといろんなところでケアをしてるんで、まあ、今回は結構ストレッチポールと、あとはその筋膜リリースローラーっていう同じようなものがあるんですけど、それで体のケアはしてましたね。あとはちょっとまあ、グランドが使っていいよってなった時は、まあ、一人サーキットみたいな感じで、マーカーとかいろいろ置いて、アジリティ系のメニューであったり、ジャンプ系のメニューも入れたりして、まあ、そこでちょっとコンディションは、なんとか保ててたっていう感じですね。そういう動画も上がってましたね。自主練みたいな感じで、一人でこう、グランドで。そうですね。あの時、まだ怪我明けだったんですね。足首の。それもあって、やっぱりコンディション上げないとって自分でずっと思ってたので、ちょっとでもコンディション良くなるように動いたりはしてました。はい、YouTube を始めたきっかけを教えてください。YouTube を始めたきっかけは、まあもともとずっと興味はあったんですけど、うん、まあなかなか一歩を踏み出せずっていう状態がずっと続いてて、
で、まあ、その時に、まあ、自分の地元が、隣の、登米市っていう場所なんですけど、で、まあ、そこで応援してくださる方とかが結構 YouTube 見るって言ってて、で、そこで、やってみなよみたいな感じで言われたのが、まあ、初めて、まあ、そこで、あ、じゃあやろうかなって思ったのがそこが初めてだったので、それが結構自分の中では背中を押されたっていう感じで、で、まあ、やっぱりあとは地域リーグっていうのもあって、日本代表だったりだとか J1 の、チームみたいに毎日とか毎週とか、その自分が発信する場っていうか、そういったメディアに取り上げてもらうっていうこと自体がかなり少ないので、そういったところでも、まあ、自分の、アピールだったりチームの、ことをどんどんなんか発信していけたらなと思って一応始めました。みんなに知ってもらうってことは大切なんで。そうですね、結構なんかだった時結構言われますね、見てますよみたいな。そうですか、やっぱ声かけてもらえる。はい。あ、いいですね。ちょっとですね、本当にまだ全然更新もなかなかできてない状態なんですけど、その中でも本当にくださる人はいるんだなっていうのがちょっとほっとしましたね。そのサッカーだけじゃなくて農業を割とメインに取り上げてる。あ、そうですね、はい、チャンネルなんですけども、農業っていうのは前からやってたんですかね。はい、まあ元々実家が農業っていうかお米をずっと作ってたので、まあちっちゃい頃からいろいろな形で関わってはきてたんですけど、で、まあ、去年ぐらいから、本格的にっていうか、少しずつやっぱり自分もせっかく宮城にいるので、やっぱりなんか、まあ、おじいちゃんとかおばあちゃんもどんどん年取ってきて、そこで正直もう、なんていうの、人手が足りないような感じにはなってたので、で、自分がまだ全然体が動くので、サッカーに支障ないような感じで、時間を作って、お米作りっていうか一応やってはいますね。楽しいところは、まあ結構協力していろいろやるんですけど、いろんな、まあ自分弟もいるんですけど、弟も一緒にやってて、まあそういった中で流れ作業というかそういうのもありますし、あとは機械乗ったりだとかそういうのやってて、やっぱり正直地道な作業が多い中で、稲の苗が出た瞬間とかはちょっとやっぱり今まではただ普通に綺麗だなとかっていう感情だったんですけど、今回とかは本当にずっと土の入れるところから始まって水やってとか、そういうのずっと今年が多分おそらく一番やってるんですけど、それでやっぱり稲とかがピョンって出たりしたり、なんていうんですか、言葉にできないというか、結構嬉しいですね。やっぱり今までない感情がちょっと芽生えてたので、来週はそうですね、稲刈りになるので、でただまあ試合も20日にあるので、うん、はい。なので、まあ、そこは、やっぱり、試合優先になってくるので、うん、なので、そこはやっぱり調整して、その試合終わった後にやるだとか、そういう風になってくるとは思うんですけど。逆にじゃあ、連休でよかったなっていう感じですか？いや、本当にそうですね。月、火あるので、ね、そこで、なんとか自分の力発揮できればなと思うんで、うん、今ちょっと負傷というか若干ちょっと痛めてはいるんですけど、それで来週ぐらいからやっぱり試合に戻りたいなっていうのはあるので、より一層ちょっと気合は入ってるような状態なので、まあまずはやっぱりサッカーを結果残して試合に出て結果残すっていうのが一番で、でまあそれが終われば今度逆に稲刈りの方を全力でやるっていう、一個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 全力でやっていくっていう感じです、うん、自分は。なるほど。もちろんサッカーがメインなんですけども、仕事も普通にやって、はい、で農業もまあやってですね、はい、3つこなす苦労っていうのは結構どこが一番大変ですか？まあ、どこがっていうと、まあそれぞれにやっぱり違うきつさはあるんですけど、うん、やっぱりまあ今の自分の現状だとやっぱりそのサッカーだけでは生活できないっていうのがあって、その中でやっぱり、まあ、生活するためにはまあ稼がなければいけないっていうので、まあ、今不動産の会社の方に勤めさせていただいてるんですけども、まあそれが日中まあ9時から5時
あるので、まあ、まあ苦労したことは、まあその時間の使い方ですね。今まで大学の時も含めて、サッカーに対する時間っていうのはちょっと多かったですけども、やっぱりその、仕事メインでサッカーが夜っていう風になると、どうしてもそのサッカーの時間っていうのが少し限られてくるな、前よりも限られてくるなっていうのがはありますね。うん。まあ、でもその中で逆に結構考えて、前までは時間あったんで、いろいろ、なんていうんですかね、適当にじゃないですけど、トレーニング自体も、あ、これやればこうなるだろうとかって全然考えずに、ただみんながやってるからやってるとかっていうので時間が過ぎてたんですけど、今は、まあ、しっかりどういう目的があって、このトレーニングをするだとか、時間がない分、凝縮しなきゃいけないんで、そこは考えてやるようにはなったので、逆にそこはいいところだとは思ってます。そこは本当に成長したと思いますね。で、農業は、時間がその、オフの月曜日、夕方ちょっと行ってやったりだとか、で、あとは、月曜日の祝日の日は仕事もサッカーも休みなので、でその時に、行ったり、結構そういったところで時間は本当にしっかりと使えてるなっていうのが、なんかうまく時間を使えるようになったなっていうのが正直ありますね。いい意味でも時間がないから考えてやる風にもなりましたし、うん、逆にそのサッカーやってるから仕事をおろそかにっていうのとか、仕事やってるからサッカーがとかっていうのは自分の中であまり好きじゃないんで、言い訳するっていうか、だから適当にやりますだとか、サッカーやってるんで仕事こんぐらいでとかっていうのはあんまり嫌なんで、で、それもまあ、お米作りも一緒なんですけど、やっぱりやるときはやんないといけないなっていうのがあるんで、そこは、なんか意識としては変わりつつあるかなと思ってます。その3つだけじゃなくて、ちょっとボランティア活動みたいなこともされてると聞いたんですけれども。まあ、チームゴラッソという名前でやらせていただいてるんですけど、なでしこリーガーの方であったりだとか、まあ、そういった方と、チームゴラッソを結成させていただいて、うん、まあ、その、まあ、九州の災害があったんですけども、はい。はい、それのところでやっぱりいろんな災害によってボールが流されたりだとか、道具がなくなったりだとか、サッカーができる環境がとかっていうお話がずっと聞いてて、でその中でやっぱり自分たちに何できるのかなって思った時に、まあ、まずはその、まあ、前を向いてもらいたいって言ったらちょっと上からになってしまうんですけど、まあ、そういったところでやっぱりまだいろいろその先もいろいろ考えてはいるんですけど、まず一つ目に、現地にボールを届けるっていうので、まあ、自分たちを含め、あと、それに賛同してくださった皆さんがボールを送っていただいて、で、それを現地に届けるっていうのを今やってまして、本当に多くの人がボールを送ってもらい、で、1回目、先日ですね、現地の方にボールを渡させてもらいました。これは今年の7月の水害の被災地？そうですね、水害の、はい、熊本県中心に、熊本出身の選手がいるので、で、その方を通じてボールを運んだり、渡したりっていうのが行ってます。農家の作業でですね、なんかトレーニングに役立つかもしれないっていう、はい、なんかこう、仕事中にですね、ひらめきなんていうのはないですかね。一つが、ちょっと思ってたのが、苗が、土入れて、その上にその芽が出て、はい、どんどんそれが成長していくんですけど、それを、一個一個軽トラの上に積んでいくんですね。はい。それをハウスからこう持っていくのは結構だいたい5、6キロ一つあるんですかね。3キロくらい、5キロぐらいあって。うん、で、それをまあ人手が足りないっていうのもあって、自分がずっとハウスを行ったり来たり、ジョギングみたいな感じでやってたんですけど、それが思いのほか腕と足に来て、試合並みの疲労が溜まったんで、あ、これ結構、で、その時は、あんまり動けてなかったんで、逆に、あ、いいなと思って、そういったのとか、あとは、田んぼの中、ええ、
で、本当にぬるぬるしてて、はい、足も取られるんで、うん、で、体幹、ただ歩くだけでも難しいんですけど、まあ、一回下までついちゃったら、なかなかその引き戻せないんで、はい、そこで体幹であったりだとか、やっぱり足腰の、その、トレーニングにはなるかなとは思ってるので、うん、あとは、その、稲刈りが終わって、一回田んぼ、トラクターとかで、ガーってやって、耕すんですけども、次の年に向けて、その時も、下がぐちゃぐちゃなんですね。そこで結構砂浜みたいな感じになるんですけど、おそこで、ダッシュとか、そっち系やったら結構効きそうだなっていうのがあったんで、おで、そういったのを、徐々に配信していきたいなっていうのは、正直、次のあれで考えてては、稲刈りとりあえず終わったら、そっち系のも、入れていこうかなとは。なんかそういうのに、名前を、トレーニングの名前をオリジナルでつけて。ああ、確かに名前つけるのいいですね。うん。なんかあとおじいちゃんと話してる時の会話がこう、ここはズーズー弁ですみたいなテロップが出るけど、はい、こう、あ、はい、あえてそこをこう、さて今何を言ってるでしょうみたいなクイズやっても面白いかもしれない。ああ、確かにそうですね。本当に多分分かんない。うん。わかんないと思うんで、確かにちょっと、ユーモア性も徐々に取り入れて。ねえ、ぜひぜひ、ボリューム、あそこだけ大きくして、こう橋本さんも普段は普通に話してるのが、はい、農業やってるときは、なぜか、こう、おじいちゃんと同じ言葉を喋るみたいな。そうですね。まあ、ちっちゃい頃から、ちっちゃい頃から、あれなんで、うん、まあ、どうしてもやっぱり家族と話すと、喋り方になっちゃう。いやー、それは絶対、売りになると思います。ぜひ、そこを伸ばしてください。まあ、ちょっともうちょっと先になれとは思うんですけど、うん、そう、一応参加型の、なんかイベントは、うん、やりたいなっていうのはずっと頭の中にあったので、うん、サポーターもそうですし、他のチームの選手であっても、うん、おそらく田んぼとかそういったところに触れる機会っていうのがおそらく、なかなかないと思うんで、うん、そういったなかなか触れないのに参加してもらって、田植えだったり稲刈りだったりだとか、で逆にその、まあ、今度トレーニング、そういったもの出そうと思ってるんですけど、そういうのをやってもらって、どれぐらいきついのかとか、あと、まあ、どうやって作られてるのかとかっていうのも、徐々に、まあ、もうちょっと先ですかね、ちょっと落ち着いて、うん、それは、必ずどっかでやりたいなとは、思ってます。うん、あとは、その、地域の子供の人たちとも、まあ一応今、完全にではないんですけど、サッカースクールの方も、地元の方でやりたいなと思って、今体験会とかやってる最中ではあるんですけど、で、その子たちを含め、農業体験っていうのを、そこでやっていければなっていうのは、考えてます。うん。なんかサッカーとその地域の活動をコラボするっていうのはすごい、はい。なんかこう将来性がありそうですね、うん。ちょっと楽しみな感じではあるんですけど、それが形にできれば本当にやっていきたいなと思ってます。なるほど。じゃあ最後に今年の目標、あと今後のここ何年かの目標なんかを聞かせていただけたらと思います。はい、今年は、まずサッカーとしては、チームとして JFL に上がることがまず、一番の目標になります。で、あとは、個人としても、やっぱりここまでずっと怪我続きだったので、まあ、本当にもう怪我しないで試合に出続けるっていうのを、今年は、これもうあと1ヶ月ぐらいしかないですけど、リーグ戦は。なんでそこは、今、一番目標としてます。今年は、お米をちょっと自分でも売っていこうと思ってるので、はい、そこは、しっかりと、多くの人に届けれるように、打っていくということと、で、あと、今後に関しては、将来的にはやっぱり J に上がるっていう目標があるチームなので、そこには、力になれればなとは思ってます。で、あとは、そうですね。今までサッカーを見てくれなかった人たちが、まあ本当に自分の地元が隣なんですけど、はい、なかなか認知度が、そんなに高くないので、コバルトオレも含め、自分も含め。うん、なので、お米を通してだったり、農業を通して、
自分の活動を通して、少しでも今までサッカーに触れなかった人たちが触れてくれればなというのがあります。チームだけじゃなくて、選手個人個人がもっとしっかりと、一人一人が自覚を持って、で、自分たちがどのような活動をして、どのような思いでサッカーしてるだとか、そういったのも、まあ、選手から発信することによって、いろんな人に見てもらえる機会っていうのは増えてくるんじゃないかなって自分の中で思っているんで、まあ、やっぱり自分は、まあ、地元の人たちを、方たちを、まあ、巻き込んでじゃないですけど、いろいろと関わって、まあ、その中で、コバルトレオナガワっていうチームを応援してもらって、自分もそこで応援してもらうっていう、まあ、そういったところで、まあ、いい循環っていうか、生まれれば一番嬉しいかなと。その自分の地元も盛り上がってっていうのが一番理想な形かなとは思います。去年の開幕戦、東北リーグの開幕戦を週明けで取材させていただいて、その時の映像が、週明けイレブンのアーカイブで見れるんですけども、はい、すごい人入っていて、で、見たのもあって、結構、なんかこう、東北リーグ、地域リーグなのに盛り上がってるなっていうのが、感想なんですかね。けどもね、はい、うん。このままもっと盛り上がっていってほしいですね。そうですね。もっと、やっぱサッカーを通して、まあ、コバルトレオを通して、もっともっと盛り上げれればなっていうのがあるので、やっぱりそうすることによって自分たちも、やっぱり応援してもらえるっていうのは、本当力になるので、うん、まあ、まずは自分たちは結果を残すっていうのを前提に、頑張りたいなと思います。じゃあ、まあ、はい、東北リーグ優勝して、地域チャンピオンズリーグ、はい、出場を目指すと思うんですけども、はい、ぜひ橋本選手も出場して活躍してください。はい。はい、頑張ります。はい、東京からでも YouTube で見れるので。ああ、そうですね。はい。はい。あと、お米も買いたいと思うんでよろしくお願いします。ああ、すいません、ありがとうございます。はい、コバルトーレ女川の、橋本康生選手でした。ありがとうございます。インタビュアーの方もお米を買うとおっしゃっていましたので、私たちも買いましょうということで、通販サイトの方の URL も概要欄に貼っておきますので、皆様ご確認いただければなと思います。橋本選手、ありがとうございまして、ございました。続きまして、お二人目の方はこちらの方です。ドン、ザスパクサスチャレンジャーズ監督の木村直樹監督です。プロフィールはご覧のようになっております。20年以上も草津で選手指導者として、活躍されているミスター草津ということで、ザスパのトップチームは J リーグに昇格を果たし、前橋に拠点を移した後もサテライトチームであるチャレンジャーズの指導者として草津に残ったということです。チームは今季から関東2部で、戦っていると、関東リーグの2部で戦っているということですね。それでは VTR スタート。今回の、インタビューゲストは、ザスパ草津チャレンジャーズの木村直樹監督でございます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。もともとザスパ草津というのは草津町にで活動したんですけれども、県リーグ、関東リーグ、JFL まで。J リーグに昇格に伴って、草津町から前橋市に、移転をしたんですね。その距離がだいたい車で2時間かかるんですけれども、その、まあ、トップチームは前橋に、移転してしまって、草津町に、新たにチャレンジャーズというチームを作ろうと。当時は、サテライトリーグがありましたので、サテライトリーグを戦うチームを作って、そこから、トップチームへの、昇格をするチームを作ろうと。それに、チャレンジャーズを作ることによって、草津町との関係も今までと一緒に、仕事もさせていただきながら、町を盛り上げるという形を取ろうという形で、チャレンジャーズが結成されたわけですね。で、そのまま、もう何年だ、2005年からですから、16年目になりますか、
チャレンジャーズがあるわけですけれども、じゃあサテライトリーグを戦っているだけじゃなくて、やはり先ほども言いましたように仕事をしながらですとか、あとは町内のイベントにも参加させていただいているんですね。例えば小中学校のマラソン大会や運動会、町の お祭り、早朝美化活動といろんな活動をさせていただいて、我々が町へも恩返しできるように活動しています。なので、なのでというか、あと草津町はですね、中学校までしかなくて、高校も専門学校も大学もないので、16歳まで草津にいて、そこから大体高校で出て行ってしまう子が多いんですね。高校大学と出て行ってしまうので、その年代の若者がちょうどいないということもありまして、草津を盛り上げるためにやっぱその年代の子が集まれない状況の中、我々は唯一集まれる組織なのかなと感じています。今の、チームとしての、目標は今関東上がって、その上のカテゴリーっていうところもあると思うんですけど、選手それぞれにもは目標っていうのは今はトップチーム昇格っていうところも選手個人としてはあるのでしょうか？はい、もちろんあります。じゃあチャレンジャーズから、トップに、上がった選手とかっていうのは？ここ最近はちょっといないんですが、5、6年前に一人久留美っていうのは上がりまして、今は藤枝の方で J3 の方で毎試合出てるのかな、毎試合出たり、ちょっとここのところなかなか上がれない状況なんですけど、常にトップチームを狙って昇格を狙って頑張ってます。ここ数年その関東社会人と関東の壁とかっていうところはどう感じてました？そうですね、本当に試合も本当一点の重みというかは感じました。その後5年目でやっと昇格させていただいたんですけど、その間に結構な、チーム事情が、例えばキーパーがいないとかいろいろあって、もがき続けてやっと上がれたんですけれど、やっぱ昨年上がれたっていうのはいろんな、我々の力だけじゃないと思います。もちろんサポーターの力もありますし、クラブの力もありますし、あとはなんだろうな、いろんな形でこう月が回ってたなっていうふうに感じます。例えば1回戦と2回戦が同じ競技場というか同じコートでできましたし、それって初めてのことで、5年目にして初めてまた準決決勝が同じ会場で同じロッカールームでっていう形だったり、そうすると自然と宿というか泊まるところ、移動がなかったり、いろんな面でプラスに働いてたのかなと気がします。最後までロッカールームが一緒だったのは我々だけだと思うんですけど、ボンズさんも最終的には1個ずれるというか逆のロッカールームに行ってたんで、我々だけが常にこう同じところでできたのも大きかったなと思います。そこで、そんな力もあって上がれたのかなと思っています。我々の力だけじゃないなと思います。そうですね、なかなか、ベストなメンバーが組めない中で、選手たちは一生懸命やってるんですけれども、まだ昇格っていう目標が我々にはありますので、常に全力でやっていきたいなと思ってます。また、今年もそうなんですけど、その残り4節がのうち3節が草津町でのゲームということで、我々にとっては非常にプラスだと思いますし、いろんな形で勉強もさせていただいているので、勝てると僕は信じてます。そうですね、ホテル、旅館、飲食業、お風呂屋というか大滝の湯というのがあるんですけど、そこで働いている子もいますし、いろんなところで働かせていただいてますね。あと観光協会で働いている、選手もいますし、いろんなところで働いています。もう本当に新型コロナの影響は大きくて、やっぱ仕事もできない選手もいましたし、今はもう全員働かせていただいてますけれども、町としても外国の方も
来られない、だいぶもう9割方減ったのかな、お客さんが。それでもみんな元気出して前向きにやってますけれども、我々も本当に仕事しかできない、仕事とサッカーしかできない状況なんですけれども、受け入れてもらってやらせてもらってますね。実は呼ばれてきたんですね。呼ばれてきたというのは、リエゾンの前には、茨城の、今水戸ホーリーホックなんですけれども、昔はプリマハム土浦っていうチームがそこにいたんですけれども、その前なんですが、その前3年間ほど東方チタニウム、先日戦わせて、チタニウムに私は所属していまして、でそこで知り合ったというか、当時コーチがいたんですけれども、そのコーチが外国の方で、ユーゴスラビアの出身の方で、非常に意気投合していまして、で僕がプリマ行って1年間経った時に、群馬で専門学校開くから来てくれないかということで呼ばれて来たんですね。で、当時は県の4部だったんですけども、この人とサッカーやりたいと思って県の4部だけど来て、で、一緒に戦っていったという形です。で、県の中部まで行って、で、いろいろあってザスパに変わって、というか感じかな。ずっとそこからいるので、先ほども言いましたけど、25年目かな、になりますね。いや、当時の監督じゃない、社長から、草津でうまくやってくれっていう、当時はコーチだったんですよ、最初。2005年、2006年は佐野徹監督がいたので、僕はコーチとして、チャレンジャーズにいました。まあ、草津盛り上げよう、草津は草津で盛り上げようと、で盛り上げればトップのためにもなるだろうし、草津のためにもなるだろうし、自分のためにもなるだろうしっていう思いでやってたと思います。そうですね、やっぱり町の人たちの助けと、サポーターの助けと、まあ、スポンサーさんの助けと、あとは何でしょうね情熱、ここでサッカーやりたいっていう情熱が、サッカーの神様がずっとしたらやらせてもらってるのかなと思いますね。昔から僕は勝手に小さな浦和レッズだというふうに勝手に思ってるんですけど、もうどこ行ってもザスパって言えばみんな知ってますし、頑張ってっていうことも言ってもらえますし、どうなったのっていうのも必ず言ってくれるんで、町全体がそのザスパに対して興味を持ってるのかなっていう気はします。もともとザスパが全国に結構有名になったのって、選手が温泉で働いてて、ね、草津でやってて、でそこから温泉で働いてた選手が J リーグ目指すんだぞってところで、はい、結構有名になった経緯とかもあったと思うんですけど、やっぱりそうですかね。なんか僕いろんなその昔からのサポーターさんとかの話も僕も聞いて、はい、ザ・チャレンジャーズこそがザスパの源流なんじゃないかなっていうのをすごい感じるんですよねザスパのスピリッツというか、うん、僕もそう思いますこの、まあ、15年20年間ザスパが草津にいた頃からのその根付いてきた歴史っていうところはやっぱずっとその熱い思いが引き継がれてる。草津の人たちってなんかそのトップチームが前橋に行っちゃったことは結構残念があってたんですか？ですね、当時は残念があってて、もう口も聞いてくんない人たちもいたぐらいで本当に大変だったんですよ当時は。そう、今は、本拠地は草津の白根山の、あ、でも試合会場とかっていうのは白根山の人工芝と天然芝と両方使わせていただいてやらせていただいてますね。ザスパがトップチームがいた頃からのそこは使われてる本拠地だったりするんですか？そうですね、その芝生の方は、まあ、小雨グラウンドっていうですけれど、うん、今は専用で使わせていただいてて、当時も使わせていただいてましたね。プラス今人工芝が10年前あたりにできたので、そこも並行して使わせていただいてます。そうですね、本当に昇格するために一戦も落とせないと思いますし、
そのためには全力でやる必要があるんですけども、その全力を出せるようにもう今日も練習なんですけども、トレーニングしてやっていきたいなと思ってます。選手たちはもう目ギラギラしてやっぱり昇格したいっていうことを言ってくれてますんで、全力で頑張っていきたいなと思います。選手も今若い方が、ね、結構いらっしゃる、すごい若いですよね、はい、選手と関東2部の中でも本当大学生チームと変わらないぐらいの、そうですね、フレッシュなチームなんで、まあ、それでも出戻りというか一回違うチームに行って戻ってきた選手なんかが27歳の選手なんかが多くて、その選手たちがやっぱ引っ張ってくれているので、本当に助かりますね。実際去年ももうカツカツで、結局フィールドプレイヤーは13人しかいませんでしたし、で今年もう本当にギリギリだと思いますし、そうなのかな。でもいい選手は実際に揃ってます、はい。本当に我々を応援してくださる方、またこれから興味を持ってくださる方に本当に一日でも早く頑張ってる姿をお見せしたいんですが、まずは本当に命が大事だと思いますので、このコロナが収束した時に、ぜひですね、我々の元気な姿を見ていただきたいと思います。そのためにも我々は一日一日、頑張って、成長していきたいと思ってますので、ぜひ機会がありましたら見に来て応援してください。よろしくお願いします。はい、ジャスパー草津チャレンジャーズ木村直樹監督、ありがとうございました。インタビューの中で、残り全勝してということだったんですけれども、昨日の結果でジャスパーの昇格は、なくなってしまいましたということです。エスペランサとの試合で敗れてしまったため昇格はなくなってしまいました。しかしですね、こちらではエスペランサの方のカベッサ選手の先制ゴールがですね、とんでもないスーパーゴールでしたということで、こちらの方エスペランサの公式 YouTube 等に上がっているそうなので、ぜひ見てみてください。またですね、こちらビターチャンネル内にあります関東リーグはお好きですかの中でカベッサ選手のインタビューを前節横浜たける戦で撮っているということですね。こちらの方も、ぜひチェックしてみてください。こちらも概要欄に貼っておきますので、スタッフの皆さん必ず貼ってくださいねということです。はい、それでは、今週のインタビューは以上になります。教室に戻してください。あ、教室じゃないですね。番組では投稿をお待ちしています。国内外のサッカーに関する疑問、質問、ネタ、イベント告知など何でも OK です。投稿締め切りは放送前日の夜9時半までとなっております。メールは週明けイレブンアットマーク gmail.com。ツイッターは週明けイレブンのダイレクトメッセージまでお送りください。クラブとして経営が厳しいので募金してくださいなんていうオフィシャルの投稿もお待ちしていますよ。何でも紹介しますよ。それではまず最初の1通目でーす。はい、ホンダ FC ファンのまさこさんからです。週明けイレブンスタッフの皆さん、視聴者の皆さん、こんばんは。ホンダ FC ファンのまさこです。いつも投稿を紹介してくださりありがとうございます。今回は JFL の試合配信についてです。皆さん見てくれてますか？ホンダ FC ではスタジアム DJ の坂本あゆみさんが参加し、実況と場内アナウンスの両方をこなしてくれています。 OB 選手の解説をうまくコントロールしたり、爽やかで柔らかい雰囲気が好評です。ベルスパ大分さんも独自チャンネルを開設し、画質ががぜん良くなりました。スコアなどのテロップ、スポンサーバナーも表示されるようになりました。また、高知ユナイテッドさん、武蔵野シティさんもオリジナルチャンネルを開設。ハーフタイムには、スポンサーの紹介や楽しい体操などの映像を流しているそうです。試合の入場者数の方ですが、前節は松江シティさんが971人、いわき FC さんが907人、ビアティン・ミエさん854人、高知ユナイテッドさん850人と、新型コロナウイルス下でも皆さん頑張っています。
ということです。皆さんぜひチェックしてみてくださいということです。写真の方は実際に YouTube で上がっている動画のスクリーンショットでございます。コーチユナイテッドさんは体操ですね。ということです。あさこさん、いつもありがとうございます。続きまして、こちらのメールになります。はい。スタッフの皆さん、ご苦労様です。週明け特派員の白竹です。10月4日より延期になっていたブラインドサッカーの大会、アクサ KMPC、アクサ PMG ブラサカ2020カップが開催されます。例年とは違い、現地観戦はできませんが、YouTube で配信されるので、ぜひ熱い戦いをご覧ください。パラの選手は僕ら以上にコロナの影響を受けています。みんなで盛り上げていきましょうという投稿でした。竹さん、ぜひ、はい、ありがとうございます。ぜひみんなで、パラリンピックの方も盛り上げていきましょう。またこういうね、ブラサカ、いわゆる障害者サッカーというものですかね、こちらの方もみんなで、注目していければなと思います。さあエンディングに行きましょう。教室に戻してください。はい、教室に戻りました。皆さんこんにちは。はい、ということで今週は以上になります。長い、時間お付き合いいただきましてありがとうございます。一個私がちょっと思ったことがあります。署名で監督、サポーターの署名で監督が変わるということというなんかお話が先ほどの雑談で出たんですけれども、サポーターっていうのは本当に影響力があって偉くてすごい人たちなんですね。サポーターの声で監督も変えてしまうということで、ちょっと私は怖いなって思いました。来週のオンライン出演インタビューのボリューム23はまたお楽しみにということです。それでは皆さん、いつまでもあると思うな、サポとカネ、週明け部、また来週、さようなら。